はい、今回のスタート地点はですね、中郡電停からですね、今日はですね、6月の29日、時刻は7時28分ですがよ、久しぶりにですね、夜景っていうか、夜の、繁華街というかですね、繁華街でもないな。ちょっと この、ネオンとかそういう看板なんかがあるようなところですね。夜走ってもですよ、寂しくないようなところを走ろうと思いますけど。ここはね、工学部前なんだけど、もう寂しいですもんね、ここはね。やっぱりね、明かりがないとですね、いわゆる太陽のあれがないと、寂しいですよ、景色は。雲はないですね。ほとんどない。今ね、後ろも見てきたけど、ないですね。今日、明日も暑いかもな。明日までですよね、6月はね。なんだけど、梅雨明けが早かったですからね、今年はね。別の動画でも言ったけど、水不足、なんか心配されるんじゃないですかね。それと思ったんですけどね、今電力不足をすごくあれ言うじゃないですか。あれだったらですよ、今私がナノバブルシャワーっていうのを使ってるんですけど、あれを進めればいいんですけどね、政府もですよ、中の新しく作る住宅には全てあれなんですけ、太陽光発電をつけないといけないみたいなことあるけど、それは今年の夏には間に合いませんからね、皆さんね。だけど、ナノバブルシャワーはですね、自分とこでちゃんとあれしたわけじゃないんだけど、メーカー、ナノバブルシャワーのメーカーですね、そういうところの、あれによると、節水とですね、それから節水っていうことはあれですよね、シャワーを、何ですか、お湯をほとんどか、シャワーとして使うでしょうけど、そしたら、電気代も少し、あれになるんじゃないですかね。直接の、シャワーを沸かすための、沸かして、お湯を沸かすだけの節水だけじゃなくて、水道関係の、設備なんかがですよ、の電力はあんまり使わなくていいんじゃないかなと思ったりしますけどね。ほんで、もう、うちがナノバブルシャワーをあれで使ったのはもう1年ぐらい前かな。なんかね、何ヶ月かするとですね、社の、あ、値段ですか。値段はね、1万、4、5000円だったと思うんですよ。それでも半永久的ですからね、中に塩素を取るためのフィルターがあるわけじゃなくて、ただ水道水を小さなクラスターにするっていうだけのあれなんですけども、それでもですね、何ヶ月か、1年間で元を取るのかな、ぐらいということは、そんだけ、水道とかそういうのを、使わない、水道水をですね。電気もですけどよ、電気はバッテリーとか、それから、自家発電とか、そういうのでなんとかなるかもしれんけど、もう、水道が止まったらばったりですからね。もう、豪華マンションも何もないですもんね。トイレの大体水が流せなくなっちゃうわけですからね。もう、
だからその笑って言うけれども、政府関係に、ダイレクトにチャンネルを持ってる人はぜひそのナノバブルシャワーの、を取り付けたらそれの3分の1を補助するみたいな、アイデアを出してみてください。いや、アイデアをも出してじゃないですね、言ってみてください。私がこう言ってるだけあれでちょっとやっぱり信頼性が薄いかもしれないけど、いや、ちょっと話変わりますけど、久しぶりに中央駅のロータリーを回ってますからね、あれですよ、その、ナノバブルシャワーで、それをインターネットで、検索していただくと、そこにですね、私が今言ったみたいな節水と、それ、まあ、電気代はどうか分かりません。とにかく節水ですね。水不足にならないための、なったに しろ、それを少しでも未然に防げなくてもですよ、それを、軽くするためにもですよ、それだったらですね、シャワーヘッドを変えるだけですから、もう明日からでも効果が出るんですよ。少しあれですね、ちょうど今ほらあれかも、通学通勤帯のあれで変える人なんかを、ここに泊まってたのはあれですね、出迎えのあれなんでしょうけども、ちょっと人出が多いみたいですね。でもあれですね、観光客の皆さんはちょっといないみたい。まあ夜景兼夜の、人出、夜の人出がどうかなってやっぱり気になりますもんね。はい、ここ左行きます。電車通り沿いに沿ってですね、行きましょうかね。ですね、画面はね、本物よりもですね、明るい。だからちょっとね、情緒がない。情緒、菜の葉に止まれ。ほんで、今ちょっと待ってくださいね。ここ右、ちょっと進路を変えます。あれで、サブで回してる。ポケット2の画面を見たらですね、ポケット2が綺麗。これね、なんかね、品がある。やっぱり、いや、映像にもね、品っていうのがありますよ。気品とまでは言えないですけどね、パッとそのまま映るのとですね、なんかね、ちょっとね、憂いを感じたようなね、映り方するのがあるんですよ。でね、GoPro のね、悪いあれじゃないんだけど、ただこれがもっと暗くなった時に GoPro はあれかもしれませんよ。本領発揮で暗いところで目をパーッとこう光らしてです、いや光らしてじゃないですね、見開いて暗い映像を明るく撮ってくれるのかもしれませんね。どうだろう、あれかも。逆に言ったら感度が上がりすぎかもしれませんね。もしかしたらですね、ここ左行きます、進路変えるだけ。もしかしたらこの動画はあれのポケット2のを上げるかもしれません。すいませんね、カメラの話ばっかりして。だけどね、大事なことなんですよ。カメラあっての
ドライブ映像ですからね。ああ、これね、綺麗。ちょっとね、運転に集中しますからね。集中してるという流れでもね、目はね、左右をですね、キッ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 って見てますからね。人通りです、人通り。夜の天文館久しぶりですね。こっち側にちょっと寄ってみましょうかね。文化通りのあれになるんですけども。いや、思ったほど人はいないですね。この、高プラエアじゃなくて、センテラス天文館の横の、今ほらバスが止まってるでしょ、右側に。あの辺で待ち合わせをする人が結構いるんじゃないかなと思ったけど。まあ水曜日ですからね。ああ、ほとんどいない。それじゃあですね、ちょっとこれを進路を変えますからね。あらー、電話来た。最近よく電話来ますね。すいませんね、もう BGM まあぶっつけ本番のいいとこだと思ってくださいね。ずっとこう来て、ここがですね、前に見えるのが山形ですね。暗いですね。もうこの辺りで暗いですもん、ほら。鹿児島は。でもあそこまで行きますよ、鹿児島駅まで。さあどうだ。やっぱ人いませんね。まだだまだだ。もうね、あれですよ、まあ鹿児島にいらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、まあ鹿児島で、まあいわゆる繁華街っていうのはこの朝日通りから、こう朝日通りでほら電停があるでしょう。この辺りから牛頓方なんですよ。牛頓方っていうか、今通ってきた、中央駅側ですね。こっちはですね、よその人に言わせると、寂しいな、鹿児島ってやるかもしれないけども、ですよ。だけどですね、まあ、そこのに、中、何け、あそこのほら、関町、鹿児島駅前っていうと、知らない人はですね、中央駅前の方かと思ったりしますけど、だから私はあえて関町側の鹿児島駅って言うんですけども、そこの開発ビルができたりするとまたちょっと違うかもしれませんね。もう少しでですね、あれです。ああ、まだだけどあれですね、鹿児島、まあ、正面が鹿児島駅なんだけど、これは明かりだけじゃわからないですね。やっぱりね、バーンってしたの、やっぱり県外の人とか、ほら、世界の人には見ていただきたいというのがあるんですけど、まあ、これがその、本物っていうか、その、あれですからね、ありのまま。ちょっと待ってね、ここね。はい、OK。ああ、このはね、さっきも言ったけども、あれいいですよ。ポケット2。
なんか映画に使えそうなね色味をしてる。昨日使った時はですね、ちょっとテストをしたんですよ昨日。そしたらね、逆光には分かったですね。だけど今のところはそうでもないな。こっからですね、はい、もうあれです、定番コースのですね、神町屋まで行きますからね。で、神町屋に行って、ほらさっき電話来てたでしょ、あれにやっぱりちょっと電話をして、それとこの、GoPro、GoPro のですね感度をちょっと上げすぎたかもしれませんから、それをまた調整したりしますからね。じゃあここあたりでやりしましょうかね。はい、ということでこの動画はこのあたりでお開きになります。ありがとうございました。